うまく噛み合うともう6点パーンっていうのが食いきますよ。いや最初でじゃんけんぽい、はいこれしょ、はいこれしょ、どうぞ。オープンザフラッグ、ヒーローワールド、ダークネス、アビちゃんです。シークレットフラッグダウンですですね。うーん、うわー、うわー、うわ、お、よかった、高校でやばい感じですか。これちょっと待ってよ、これ。いやもう必殺モンスターだと手札横に見ないといけないんで。ハンドよ。これこうかな、迷う。チャージアンドゼロ。迷った挙句こうした。でコール。で1ダメージ受けてゲージを2増やすという。はい。カードです。1枚2枚。じゃあ2点ファイター。2点ファイター受けます。残りが8。よし。アンダーよいしょ、トトロ結構子供たちと遊んで使い慣れてきたはずなんだけど、どうしようかな、これ使わないかな、うん、チャージ、はいはいはい、ドロー、こっちはね変身を解くギミックが入ってますよ。ゼータに変身してもそれをなお破壊することができるカードがあります。でもゼータ破壊されず手札に戻せませんよ。そうそうなんだけど、効果を無効にし破壊するっていうカードがこっちに入ってるから、ね、怖い怖いでしょ。キャストゲージ&ドローで、はい、これ超強いんだよね。竜王伝だよね、つまり。まあそうですね、手札1枚の、まあ、手札の必殺モンスターを捨てると。手札1枚の必殺モンスター捨てます。捨てた、はい。おでゼータ持ってるのか、今捨てたってことで、ワンゲージで2ドロー、2ドローですね。そうだから手札減ってない、超強い。手札振ってない、ゲージ増えてる、デッキ掘ってる、めっちゃ強い。やばい、どうしようか。でまずは変身からなんじゃないですか。あ、まだちょっと使い慣れてない系ですか。そうですね、なんか必殺モンスターが多いと、まあね、これあのもうちょっと時空を超えたルール改変が起きてるからね、これこのカードが。必殺モンスターが多いと、そうそうそう、もう縦と横に読まないといけない。そもそも必殺モンスターって1回しかコールできないのに、それがなんか複数回できるみたいな効果、わけわかんないですよね、本当に。好き、そうで、さらに必殺しかコールできないみたいなことになっちゃったりして、もう大変なんだよ。はい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 。でも まずはゼータ変身なんじゃないですか。まあこのメインフェーズでやるとしたら、ハイパーエナジー打つとか、そろそろ本気を出すぜのライフではないし。あ、でもゲージ足んないのか。じゃあファイナルフェーズで、はい、てかその時ファイナルフェーズでしかほぼ動けないんだね。気候戦記ゼータに必殺変身します、はい、必殺変身した。で必殺コス変身コストは2かな、ギリ2ですね。2ですね、はい。あ、ちょっと1種類2種類落ちましたね、怖いね。そうですね、でもゲージが全然ないんで、うん、でこいつは氷するために打撃が上昇するというね。そうですね、ちょっとねバグってる効果があるんですよね。でもなどうしようかな、どうしようかな、これ様子を伺ってこいつはバッチリと。いやこれどうしようかな、どうしようかな。でも必殺コールが対抗コールみたいなもんなんで、殴った後でコールとかもできますしね。できますね、できますけど、うん、する1枚のレッド、あ、はいはい、はい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 、手札を横に見る状態が、そうですね、起きるというね、わけわかんない状態ですよね、うん。じゃあとりあえずこいつでアタックですかね、はい、ここか。まあそれはまあノーガードですね、はい。でセンターに、うん、やられた。いやでもこれだったらな、これで時間稼ぎしよっかな。なるほど、まだ攻めるというよりはセンター固めていこうと。そうですね、エクシプのポースをコールしますね、はい。コールコストはゲージ1ですね。
で電気からソール入れる、はい、ソール1枚入れます、はいはいはい、固めていくと、はい、で、ゼータを含むカードがあるんで、うん、防御力をプラス2000してこのカードは相手のカードの効果で破壊されません。なるほど。6000、8000のソウルガードの反撃持ちです。なるほど。8000の反撃持ちめんどくせえ、はい、でプレイヤーに2点、はい、2点、受ける、はい、エンドです。やば、もうそれがめんどくさいだろう。それがすでにめんどくさい。 うーん、こうなったか。ここはこうでいいんじゃないかな。チャージ&ドロー。じゃあゲージ1払ってラディーコール、ダーン。でこれで登場時ですね、相手の場のモンスターを破壊する、はい、破壊する、ソウルガードでございます、はい、で破壊、以上破壊の処理をできたので2枚をドロップに置く、はい、1枚、2枚、なんかそっちにとって都合がいい感じもあります、ね、そうそうですね。でゲージ1払い、ゲールファング装備、はいはい、まあ、こいつはまあ5000打撃に、こいつが場からドロップに置かれたら1ライフ回復のワンドローと、そういうカードです。そうですね、はい、しかし連携しないと足りないです。そうなんですよ。しかも反撃持ち、怖いな、怖いぞ、考えますよ。しかし場に残るカードとかありましたっけ、一つモンスターが。考えます。うん、じゃあここでファイナルフェーズまで行っちゃうかな。お、殴らずに、ちょっと考えますね。はい、ファイナルフェーズ。ゲージ3。ゲージ3の場の黒竜2体破壊。1枚ですね。1枚 ?1 枚破壊です。しかもアビゲール。で、バニシングデスフォー。あ、そうか、こっち破壊してもいいのか。でも、どのみちこいつが出たときですね。はいはい。フィールド上のモンスター、こいつ以外のモンスターを全て破壊しますと。はいはい。はい、じゃあこれ破壊されますと。ドロップをちょっと確認していただきたいんですけど。はいはい、何でしょう。こいつはドロップ条件があります。4、6、いや9です。9なら、まあ、6枚以上の条件が発動して打撃プラス3、6点になります。6点ドンはキャストボイドホールで、さすが持ってますね。ライフ1払って払って、はい、無効化してゼータを含むカードがいるんで、ドロップから必殺を回収、必殺モンスターを手札に回収、ジェムクローンを回収します。お、強い動きだ。強い動きじゃないですか、これ。いや、ラッキー落としてくれたって感じだったね。そうだね。エンド、エンド、これ早まったかな、アビちゃん出すの。ドロー、アビちゃん出すの早まっちゃったかな。どうしよう、どうしよう、これどうしよう、どうしよう。でもこいつ使わねえな、うん、いや、でもこれ使わないか。チャージ、うん、ドロー、まあ、こっちも8000守備力だから、あ、でもこいつのワンパンで突破できるサイズか。そうなんですけど、でもこいつの打撃上昇はね、ゲージ&ドローで、はい、強い。手札の必殺を捨ててください。必殺を捨てて、はい、捨てて、ワンゲージ、ワンツードローですね。これ強いな。そうですね、そうですね、強いな。どうしよう、どうしようこれ。まあ、おとなしくこいつでポンやって終わりでいいんじゃないですかね。それがいいんですけど、そう、はい、そうそうそう、そう、まあ、ハンド消耗が少ないプランはそれだけど、まあ、何かしら立ててこいつを破壊した上で打撃上昇してこいつを殴ると、まあ、ライフにプレッシャーをかけることができる。じゃあファイナルフェイズで、はい、ジェムクローンを、ライトにバディコール、バディコールして8にしておきます、はい、で、センターはゼータでアタック、アタック、なるほど、やられた。でジェムクローンの効果でファイナルフェイズ中にゲージ1払えます。払ったら手札のカード名にジェムクローンを含まないモンスターを1枚コールコスト払わずにコールします。じゃあゲージ1払って、はい、うん、こいつをコールします。はい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 、やばそうだな。
上にコールですよね。このモンスターに重ねてなん で、うん、でこのカードが登場した時アイテムを装備しているんだったら相手のボノモンスター1枚破壊するんですけどいないですね。でレギオンでアタックしてこのカードが攻撃した時、うん、そのターン中ドロップゾーンの必殺モンスター1種類につき、うん、1種類につき1種類だね。このカードの打撃力プラス1なんで1、2、3、4、5点。さあこの5点をどうするか5点です。でまだねゲージ残ってんだよな。でこの5点はちょっとおセグ、はい、セグこれ以上あるか、このまだ動く気がしてこがちょっと3ゲージ、はい、デッキの上からジェムクローンを含むカードを、うん、ゼータかジェムクローンを含むカードがあるんで、そうですね、デッキの上から3枚対抗でゲージが3枚増やしてさらに必殺コールで、うん、うわやめてよやめて、もういいよもういいでしょ。ジェムクローンオリジンブレイカーをセンターにコール、これコールコストが確か特殊な、そうですよ、ジェムクローンを含む必殺モンスターをドロップに置いてコール、はい、こいつを置いてさらにゲージ3払うんで、はい、なって、はい、でこのカードが登場した時に手札の必殺モンスター1枚までと、とどうしようかな、どうしようかな、あとドロップからも入れられるんだね。じゃあこいつしかないからこいつ入れる、うん、と、はい、ドロップゾーンの必殺モンスター2枚までをこのカードのソウルに入れます、はい、でこのカードはソウルにあるカード名のジェームクローンを含まないモンスターの能力分、はい、あの能力得ます、うん、こいつと打撃上昇とどうしようかな、どうしようかな、打撃上昇ととと、さあじゃあ防御力プラス反撃持ち、なるほどソウルガード、なるほど、めんどくさい移動ソウルガードの反撃持ち、めんどくさいぞ、で攻撃のたびに打点が上がるっていう、うん、はい、2回攻撃ではないよね、そうですね、オリジンブレイカーでアタック、この時攻撃した時にそのターン中ドロップゾーンの必殺モンスター分打点がプラスされるんで1枚2枚確認しましょう、3、4、5、5か5点、上がって7点です。そっかそっかそっか、そうだね、この2に立たない、ね、ここもう0じゃないんだよね、そうですね、でもこれ以上動いてこないと読んで俺は7点受ける、はい、エンドです、ドロー、お前じゃない、ジャージャンだ、ドロー、あー引けず、引けず、ちょっとドロップ確認しますよ、はい、これはどうしたらいいんだ、どうしたら一番、そうですね、スマートなんだ、こいつ移動持ちなんで7000か7000ですね、でも反撃持ちですよ、うん、はい、難しいな、なんて古いんだ、でコールして、はいはい、ゲージ1と、はい、ライフ1を払います、はい、でドロップの必殺モンスター以外のドロップゾーンの黒竜のモンスターをコールできる、どうぞ、コールコストを払ってね、じゃこれでいいかな、ゲージ1払ってコール、うわめっちゃ重そう、で出たので破壊すると、はい、ただソウルソウルガードでどうでもいいゼータ落とします、ソウルガードがあるんだよね、そうなんだよ、さあどうしよう、ソウルを2枚入った上で発展削るって無理だな、しかも、うん、しかも反撃持ちですから、ね、そうだな、いちいちセンター固めとこう、おで出た時、まあ、6枚以上あるなら、まあ、結果的にゲージが2、余裕で6枚あります、まあ、ありますね、あただこれ以上も7000ですよ、そうです7000ですね、じゃあまあこれで合計ちょうど7000でアタックと、アタック、じゃあソウルガードで反撃は、反撃でここだ、でセンター固めた状態でエンド、エンド、これ苦しい、終わったんじゃないかな、スタンド、スタンド、まあハンド1枚なんで、ドロー、これ、ね、自分の
チャージ。そっちもハンダ少ないからやれることは少ないね。ドロー。ベジットじゃなかった。あ、そういうことか。でも使えないな。こいつ自身の能力が伊藤ソウルガード。伊藤ソウルガード。じゃあファイナルフェーズで、うん、移動します。移動した、はい、ゼータルセンターにアタック。食べるおやつないですね。食べるおやつ、おやつここにあります。じゃあ普通にプレイヤーに似てる。普通だ。エントです。おっと。ただ移動は持ってるんです、ね、移動は持ってます。純粋に移動持ってます。チャージャンドドロー。よーし。ってことはじゃあまた効果使いますね。起動、はいはい、ゲージ1とライフ1払い。買いましたと。で先ほどの効果ね、はいはい。このハンドだとまあ無難にこれでしょうと。ゲージ1払って、はいはい、これが出て、でここ破壊と。でソウルガード耐えます。耐えますと。防御5000に減って移動ソウルガードです。悩むな。コールする場所センター固めた方が無難なのかなっていうところで悩んでます。センターでいいですか。はい、じゃあバトルフェーズ移動します。ですよね。で今5000に下がってると。そうです。じゃあベシベシ。よし、ホームった。1点3000ですけど。そうだ、足りない。エンド。ドロー。つらいつらい。チャージ、ドロー。このライフ1で粘ってる状態ってハンド3枚。そうです、ね、それが事故ってることになる。そうですね、そうですね。でもなんだかんだどうにかできるんで、うん、いやでもチェインコールはまだ使わないな。ファイナルフェーズで。ファイナルフェーズ。手札が足りないからキャスト2ドローで、はい、ジェータがいるんで、はい、ゲージ1を落として2ドローします。よし、バルドラゴン落ちた。強いな。なるほどよ。はい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 。今引いて思いついたようなネタがあったんでしょ。センターにアタック。アタック受けた、はい。センターにジェムクローンをコール。はい、どうぞ。ジェムクローンの効果使います。どうぞ。対抗ない。ゲージ1払ったら、うん、乗せられますよ。そうですね。ただジェムクローンってついてないやつじゃないとオリジンブレイカーは重ねられないんで、ね、じゃあエクシプのポーズ。はい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 、ですよね、はい。でプレイヤーに2点。なかった。ありがとうございました。あ、そうなんですね、うん。ちなみにこれが盾だったとしたら、うん、まあ続けてまたコールできたのかな。キャスト3ゲージ使ってゲージ増やして、うん、センターにまたゼータをコールして。なるほど、無理。ああ、いいですね。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。やっぱね、強いね。革命的なギミックでなおかつ強いっていうのね。でも手札がなくなると事故りますね。そうね。あとまあ変身を解かれるっていうこともたまにごく稀にありえるんで。どうやって変身解こうと思ったんですか。このね、必殺モンスターでね、新しい必殺モンスターでいるんですよ。場の能力を無効化して、能力を無効化し全て破壊するって効果があって、はい、うわ
うわー面白いじゃん。うわ死んじゃう。これ、うん。確かに、でもね、ドラゴンホースは無効化されないって書いてあるんですよ。そうですね、無効化されない。ただ、一冊編集は無効化されるんですよ。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたたち